中島健とセクシーゾーンが平野紫耀へ思い出ショットと共に得る最高のバディーへ。どこまでもいつまでも応援してる。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 中島健人、セクシーゾーンが自身のインスタグラムを更新し5月22日にキングプリンスコープ脱退事務所も同日付けで退場した平野様との思い出写真と共にエールを送った視覚取り巻く環境が変わっても絆は変わらないことを綴った中島健人。二人派2020年日本テレビ系土曜ドラマとして放送された末光警察ミッドナイトランナー ババデディィを務めており中島は最高のバディへどこまでもいつまでも応援してる。ジロちゃん困ったら言ってな。そして信用、M 捨てよかったよ。中島健人と本魔界より、と。 平野が演じた一ノ瀬次郎と平野潮自身へ当てたメッセージを綴り、懐かしいドラマ収録現場での警察官姿やバスローブ姿のもの、中島健人のバースデイを祝う様子など10点を公開。さらに中島は英文でのメッセージもラップ。 どこに行っても何をするに、しても先輩としてだけではなくあなたのバディとして私がサポートすることを忘れないでください。とこちらではより平野仕様へ届けたい思いが込められており二人の絆が伺える。また、中島は実写ドラマで映画化された、黒崎くんの言いなりになんてならない、についても投稿。自分にとって特に思い入れの強い作品。 実はいろんな写真撮ってた、というメッセージとともに、当時の写真を投稿。もう7年前か。早い。時の流れは、バジー、騎ありがとう。そして黒崎春と、ありがとう。と、自身の役名である黒崎春とへ、映画で共演した千葉竹博へ、そして同じく映画で共演した騎士歌への感謝も寄せている。ザ・ファーストタイムズ編集部。 平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。